プロスピです。さあ、ということで今回プロスピ、何をやるか。それはですね、イベントを走ってもらったベストナインタイトルホルダーの契約書開封です。まずはですね、最初に前回の開封、してたんですけど、それをですね、まずね、見てください。解説付きです。第2弾プロスピコロシアムで累計34試合達成でもらった第2弾で、第2弾当たったのは、千賀で高橋周平、菊池、誰や、中田かなが当たって、違うやつがね、欲しいっていうところで、このね、第2弾契約書回したんですよ。何がね、当たるか、今ね、ガンガン、回ってますけど、これをね、見てもらう、誰が来るのかっていうところで、来たのがなんと高橋周平、タブリーです。持ってますね。もうこれはもう完全に、限界突破です。さあ、ということでここからが、本番ですよ。今回ですね、プロスピタワーへの挑戦累計ね、オーブ58,500 個達成の報酬でもらいました S ランクベストナインタイトルホルダー契約書第3弾、今回ですね、元々の第3弾ではビシエド、そして太田、岡本が当たってたんですよ。だからね、やっぱ本命は柳田じゃないですか。最初も坂本欲しいって言って、これでね、第1弾当てたんですよ。だから今回当てたいんですけど、前回のね、先ほど見てもらった第2弾が高橋周平かぶり。でも今回ね、3弾しかやってないんで、かぶりはないと思うんですよ。だからかぶりだけ入れない。これはね、フラグじゃない。ということで、当てましょう。さあ、ただもう柳田来てくれたら最高やけどな。カモン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 、頼む。さあ、デュン、ビシッと。もう中日かぶりやん。中日かぶり、前回も見てもらって高橋周平、今回ももう笑うしかないね。これはもうあれだ、継承できるんで、正午取りに行くためとあれに使います。残念、嘘やろ。いや、もう一回やろうかな。まあでもいっか、もうあのグランドオープンで3700になるっすもんね。そこで柳田はね、取りに行きましょう。もうね、諦めて。じゃあ次はこちらです。 S ランク限界突破コーチ付き10連スカウト、 A ランク以上の自チーム選手1人確定。だからここで S 引きたいですね。ね、やっぱり限界突破コーチは必要なんで、このガチャはやりますね。さあ、ということで、やっぱ S は一人欲しいですね。でもこんな、またちょっと運気下がってきてるからね、何が当たるか分かんないですけど、月からお、大須君絶好調からの金縁、来い。レインボー、おい、なんもないじゃん。頼む、当たってくれ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 。今度からの笑い、くー、大島、菊池、中村、重信、近本、菊池、平、小野、カモン、うわ、太田、カモン、加山。残念、今回ちょっとついてないね。あの、もうかぶりだし、S も出ないし、残念ながらね、こういう結果になりましたね。でも、皆さん、リーグ戦、昇格して、初のランク9行きました。やっと、次っすよね。次が覇王になるんですよね。でも9行ったんですけど、強くて、9行ったら、ボロ負け中です、今。今日火曜日なんでね、あの、ボロ負け中です。だからこれ多分ね、また8に落ちます。だからもう、今ね、だからタイトルホルダーベスト9を強化してるんで、それがね、強くなってれば、グランドオープンまでに、覇王行けるラストチャンスにかけたいですね。だからそれがね、どうなるのか。でね、今からね、あれ見せます。里崎の、ランク9に行ってボロ負け中のリーグオーダーはこちらです。このね、キャッチャーもちろん里崎。ファーストビシエド。セカンド、山田哲人。極みまであと1人。限界突破コーチを使おうか。A の山田を当てるまで待とうか。今悩んでます。ショート坂本、俺ベストナインタイトルホルダー、極みにしてね、バッチシしてます。で、サードが落合さん。で、レフト吉田正尚、センター丸、ライト鈴木誠也。で、DH、このセレクションの、柳田。で、控えが、
中田翔デスパイネ、この糸井は阪神枠です。だからここに、タイトルホルダーベストナインの梅野欲しかったんですよ。でもこの糸井が、あのこの阪神枠他がなかなかないんでね。であと栗山入れて、で、投手はダルビッシュセレクションので、枠井もセレクションで、こちらねタイトルホルダーベストナインの枠井が仕上がったら、これロッテ枠として置いといて、他にもね継承できる、あの限界突破にね使えるやつあるんで、それでね極みにして入れたいと思います。あと千賀、この千賀もねあのベストナインタイトルホルダー当たってるんで継承します。で大野で有原で中継ぎが、山本モイネロ加山ブセリッツ、ね、でこのベンチにいるキツカが、ベイスターズ枠です、ね、で、抑えの森、抑えの森も今 A 育てるんで、もうすぐしたら極みになります。で今チームスプリッツが81,073、これが今どうだですけど、急に行ってボコボコやられてます。はい。でちなみにですね、今のリアタイオーダーはこちらです。まあレギュラーはね一緒です。でベンチがデスパイネで、源田、守備要員とダイソーで、殿崎、守備要員とダイソーで、小林、もし里崎に特納出なかったら代打使えます、ね、でピッチャーが、先ほどと、変わって山本を先発にして、中継ぎに石川伏津加山モイネロ入れてます。で抑えが長川で、ベンチが枠、これが里崎のリアタイ王。今リアタイはね達人8位まで行ってます。もうちょっと頑張って7位にね行きたいところですけども、今はねこんな感じです。でも今あの育ててる、今のね通常オーダー育ってるのが、こちらですけども、このビシエドね、高橋周平で、菊池で、太田で、岡本ね、ここら辺が育っていけば、どんどん、レギュラーにねうまく入れていきたいと思いますし、あと千賀がね枠井、ここをねどうにか早く、もうちょっとでね、70になるんで押し上げてね、今あの特訓、あ特訓では 1.5 倍ねなってるんで、次 1.8 倍、この時期にねしっかり育って、最後ね覇王に行って今年度ね終わりたいですね。まあ、まだねやり始めて1年経ってないんで、そこはね頑張っていきたいかなと、思います。ちなみに、リーグオーダーの、発動コンボが、こんな感じです。極み12球団協力応援ね、修練の成果、超大体目的、超変幻自在、超超、このこれが今だから、この超周到精密をね超にしたいんですよ。ここがね、まあ、あと一人でミートがいるんで、ミートパワー同時にねできればいいんですけど、ここあと一人入れたいですよね。ちなみにこのコンボはこういう形です。あともしね皆さんからの何かアドバイスがあったら、それを聞き入れますので、ちょっとね教えてほしいですね、どうなのかっていうね。であとね総合だとこんな感じです。今この戦力チャートね、こういう形になってます。だからもうちょっとね特納とかを上げていきたいですね、平均特訓レベルとかね。で皆さんからの、アドバイスお待ちしてるんで、なんとかね、グランドオープン、もしくはこのね年度末覇王行きたいですね。頑張ります。